牛肉はほろりと柔らかく、食材のうまみがたっぷり溶け込んだ極上のビーフシチューじゃ。材料はこれじゃ。まずは下ごしらえじゃ。お、野菜を切ってみ。まあ野菜切るのは慣れてきたからな。生意気を言うよって。シチューだから、ゴロッとしてた方がいいか。脇目に。よし。わーつわーつ。え？野菜はすべて1センチ角に切ると、甘みやうまみが出やすく、おいしいシチューになるぞ。野菜の食感も残る絶妙なサイズじゃ。水気を取りながら牛肉を焼いていくぞ。全体に焼き色がついたら肉を取り出す。この鍋に残った肉のうまみを使うんじゃ。切った野菜、塩を入れ炒めるぞ。野菜から水分が出てきたら、鍋の底の茶色い部分を煮溶かすようによく混ぜるんじゃ。いよいよ煮込むぞ。取り出した肉を戻し入れる。水、トマトの水煮を加える。赤ワインを入れ、ニンニク、ローリエ、調味料を加え煮込むんじゃ。に気を取られていてはダメじゃ。すいません。アクを取らんと煮汁にツヤが出ず、しかもすっきりした味にならんのじゃ。まさにアクなき戦いですね。うまいこと言うな。よし、アクは取れたな。牛肉が柔らかくなるまで約1時間じっくり煮るんじゃ。さあ、ここで極上ビーフシチューに欠かせないブールマニエを作るぞ。ブールマニエ。ブールマニエじゃ。常温のバターを練って柔らかくし、小麦粉を加える。粉っぽさがなくなるまでよく混ぜるんじゃ。そこに煮汁を加え、さらによく混ぜて溶き伸ばす。ほう。いいじゃろ。はい。これを鍋に戻し入れるんじゃ。およそ10分煮て、ブールマニエを完全に溶かし、とろみをつけるんじゃ。とろみが、ついてきたんじゃないですか。完成。はい、どうぞ召し上がって。いいよ。いただきます。何か言ってよ。めちゃくちゃ美味しい。贅沢だね、長風呂の後にね。ーありがとうございます。すごいね。あ、うまっ。次はポテトコロッケじゃ。趣味どき。コーヒーの香りに包まれてほっと一息。誰にも邪魔されず本を読む。私、加藤のり子にとってカフェは大切な場所です。心からくつろいだ気分にさせてくれるから。その秘密はインテリア。座りやすい椅子、